皆さんこんにちは、わたがしです。今回なんですけれども、新しいことにチャレンジするのが怖い人へ、私わたがしから4つのアドバイスということでお話ししていきたいと思います。で、私の LINE アットでもいただくことがあるんですけれども、投資を始めたいんだけれども一歩踏み出す勇気がございませんとか、ネットビジネスを開始したいんだけれども、インターネット上にたくさんの情報がありすぎてどれを見てやったらいいのかわからないし、騙されたら嫌なので行動することができませんみたいな、なんかそんな感じの意見をちょくちょくいただくわけなんですね。はい。で、今現在ね、私はもう投資の分野だったりネットビジネスの分野で成功を収めている側なので、皆さんにもね、ぜひともそういったことにチャレンジしていただきたいと。けどね、恐怖心があったりとか、一歩踏み出す勇気がなかったり不安があったりとかすると、どうしてもね、行動することができないということで、そういった方に、一歩踏み出す勇気とかね、行動力とかそういったことについてアドバイスできたらなと思いますので、ぜひともこの動画をね、最後まで見るようにしてください。よろしければグッドボタンのほどよろしくお願いします。はい、それではですね、早速お話ししていきたいと思うんですけれども、我々多くの人間っていうのは現状維持バイアスにとらわれてしまっているわけなんですね。はい。まあ、以前の動画で現状維持バイアスについてお話ししたかと思うんですけれども、現状維持バイアスっていうのは、例えばじゃあ月収20万円の方がいらっしゃったとして、月収50万円、100万円、200万円になるためにはどうすればいいのかっていうふうには全く考えないんですよね。はい。月収20万円でいいやとか、もう高望みしても無理だし、自分には無理だからいいかなみたいな、20万円で満足してるしみたいな、なんかそんな感じで思っちゃっている人が、まあ世の中大半なんですね。はい。で、現状維持バイアスっていうのは、現状維持できているかと思わせておいて、実はね、ちょっとずつ下降しているわけなんですよ。はい。なぜかっていうと、世界はどん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 成長しているわけですよね。今グローバル化社会なので、どん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 ね、経済とか世界とか成長していってるわけ、右肩上がりなわけですよ。もうね、携帯の方も 4G になって 5G になって、今度 6G も出るんじゃないかみたいな感じでね、今いろいろと、お話が来てるわけなんですけれども、そんな中現状維持バイアスの人はどうなのかっていうと、何も考えずにただダラダラ過ごしているだけだから、もうね、平行線かと思いきや、どん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 時代についていけなくて下降してしまっているわけなんですよ。はい。なので、世界はどんどん上がっていくのに対して、現状維持バイアスの人はどん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 下降していく、つまりこの差はどん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 広がっていくわけなんですね。はい。なので、例えば今現在20万円稼いでいるって言って、先ほど言ったと思うんですけれども、もうその会社自体がなくなってしまうかもしれないし、もう収入源自体がなくなってしまって生活ができなくなってしまう可能性もあるわけなんですよ。はい。なので、まあいろいろな分野に目を向けてね、頑張っていってほしいなっていうふうに思うんですけれども、ちょっと前置きが長くなってしまって申し訳ございません。じゃあね、4つのアドバイスということでお話ししていきたいと思います。はい。じゃあまず1つ目ですね、準備期間はほどほどにするということなんですけれども、まあ、結構ありがちなパターンとしてね、なんかもう少しお金が貯まってから、ちょっとネットビジネス始めようかなとか、投資始めようかなっていう方もいらっしゃるし、なんか気が熟してからじゃないとなんかできないよとか、なんかそんなことを言い訳にして、全然行動しない人っていらっしゃるんですよ。はい。もう口だけね、俺はネットビジネスで100万円稼ぐんだ、私は、投資で月収500万円稼ぐんだとか言っておきながら全然行動しない人、これは間違いなく成功できません。一方、私はどうだったのかっていうと、私は、職歴はね、美容師やって、とび職やって、パチプロになってプロトレーダーになるっていう、ちょっと変わった感じの職歴なんですけれども、まあ、とび職からパチプロになって、パチプロからプロトレーダーなんて、普通の人から考えたらありえない話じゃないですか。なんですけれども、まあ、私はね、新しいことにチャレンジしたいとかね、そういった思いから、まあ、新たな分野にチャレンジして見事成功したわけなんですよ。要は、私は見切り発車をして成功した感じなんですね。はい。で、準備期間ってそこまで設けていないんですよ。もちろんパチプロに関してはある程度ね、知識とかをつけて、立ち回っていたっていうのがありますし、その知識を生かしてプロトレーダーになることができたっていうのもあるんですけれども、準備期間はそこまで設けていないんですよ。はい。勉強しながら、もうね、その分野で成功しなかったらまずいっていう状況を作って、そこで成功できたわけなんですね。なので、準備期間は長く設けても意味がなくて、結局行動しなかったらその分野で成功することは 100% ないわけじゃないですか。なので、失敗する確率は高いんですけれども、それでもチャレンジしなかったら始まらないので、どん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 ね、新しいことに取り組もうねっていうお話なんですよ。はい。
まあそんな感じで、一つ目は、準備期間はほどほどにして、もうね、やるって決めたらすぐにでも始める、見切り発車でもいいから始めるということをね、ぜひ意識してください。それじゃあ2つ目、完璧を求めすぎないことということでですね、まあ、どのようなことをね始めるにしたって、100% 成功するってことはありえないわけなんですよ。例えば、投資とかネットビジネスなんてね、成功確率めっちゃ少ないわけなんですよ。けどそういった分野にチャレンジすることによって、まあ、以前も言ったんですけれども、ある程度能力は身につきますよね。はい、例えばブログを書くにしても、マーケティング能力だったりライティングスキルが身につくって、まあ、言ったじゃないですか。なのでそういったスキルを生かして他のことにチャレンジすることによって、どんどんね、成功確率が上がっていくっていう感じなんですけれども、なんかね、完璧を求めすぎている人がいて、もうやる前からその分野の知識を全て埋め込んでからやろうかなみたいな、だからそんな感じの人がいらっしゃるんですけれども、それはもう絶対ありえないですね。はい、世の中の凡人がですね、私も凡人ですよ、はい、凡人がそういったね、完璧を求めたところで、周りにいるいわゆる天才とかですよね、アインシュタインとかビル・ゲイツがいろいろいらっしゃると思うんですけども、そういった方からしたら愚行に過ぎないわけなんですよね。はい、もうね、愚かな行為としか思っていないわけなんですよ。なので完璧を求める前に今すぐにやってしまおうねっていうことが、この2つ目ですね、完璧を求めすぎないことっていうことなんですよ。はい、じゃあ次、三つ目ですね、最悪なケースをあらかじめ想像することですね。あなたに一つだけ質問があるんですけれども、例えばね、じゃああなたがネットビジネスをこれから始めようってなった時に、最悪のケースとして考えられることは、まあ三つぐらいあると思うんですけれども、どのようなことが挙げられますでしょうか。10秒でお答えください。はい、というわけでですね、まあ一つは出してほしかったんですけれども、じゃあね、私が考える最悪なケースというかね、まあ悪いケースっていうのを3つ紹介したいと思います。まず1つ目、多くの時間をネットビジネスに費やしたのに1円も稼ぐことができなくて、時間をめっちゃ無駄にしてしまったこと。2つ目、最短で成功しようと思ってネットでいろいろと検索していたら間違えて変な商材を購入してしまったこと。3つ目、一年間頑張ってトライしたのに全く成果が出なくて、結局その分野のことをやめてしまったことですね。まあ、この三つぐらいかなと思うんですけど、まあ最悪なケースっていうよりは、まあちょっと悪いかなっていうぐらいのケースじゃないですか。はい。まあ何が言いたいのかっていうと、ちょっと失敗しただけでも別に命に関わることじゃないんだから、まあお金がね、ちょっと無駄になったり、ちょっと自信がなくなるぐらいなので、別にそこまで気にすることはないよっていうことなんですよ。はい。昔はね、失敗とかある過ちを犯したりとかしたら、まあ、殺されていたわけなんですよね。はい。今なんて、失敗したところで別に命に関わるわけじゃないですし、ちょっとね、お金とか時間が失うだけ、自信もちょっと失うかもしれないですけれども、そういったことだけなので、そこまでね、失敗を恐れなくてもいいんじゃないかなと。で、しかも、最悪のケースっていうのをあらかじめ想像しておくことによって、それ以上の、最悪な出来事ってありえないわけじゃないですか。なのでちょっと気が楽になるというか、モチベーションの向上とかね、やる気にもつながりますので、ぜひね、最悪のケースをあらかじめ想像して、まあ紙に書くなりね、スマホにメモするなりして、やってみてください。これが3つ目ですね。じゃあ最後4つ目、チャンスを逃した場合のリスクを考えてみようということで、例えばね、まあ絶対にありえない話ではあるんですけれども、本日限定 33% の確率で100万円が当たるスクラッチがありますと。で、一口20万円で購入できるんですけれども、あなただったらやりますかみたいな、そんな感じなんですけれども、皆さんどうですか。はい。まあね、普通に考えたら、3分の1の確率で100万円が当たります。で、20万円で購入できるってなったら、期待値的に言ったら大幅プラスなわけですから、もう私だったら、もう有金全部投資するぐらいの、勢いなんですけれども、まあ多くの方は、リスクがね、あるというふうに考えて、20万円持っていないから今はやめておこうかなとか、本日限定なのにね、今はやめておこうかなみたいな感じで考えたりとか、20万円もし、買ってしまって負けてしまったらどうしよう、当たらなかったらどうしようっていう風に考えたりとか、もし3連続やって当たる確率は 67% とはいえ、当たらなかったら60万円のマイナスだし、やらない方がいいかなみたいな、なんかそんな感じでね、考える人結構いらっしゃるんですよね。でも本日限定っていうことは、次の日に行ってもその次の日に行っても1週間後に行ってももう開催していないわけじゃないですか。
でもね、なぜかそのね、20万円ベットしなかった人、20万円かけなかった人っていうのは、後日ね、行ってみて、ああ、もう終わっちゃったんだな、やりたかったな、みたいな感じで、なぜか後悔するんですよ。よくわからないんですけれども。でね、やらないで後悔するんだったら、やって後悔する方が良くないですかっていうね、考え方なんですよね。まあ、多くの成功者っていうのは。で、今はくじの話をしたんですけれども、これをネットビジネスとか投資の世界で置き換えると、投資の世界とかでも結局やって後悔する方が潔いしいいじゃないですか。なんですけれども、多くの方がビビっちゃって行動できないっていうのが現実なんですね。はい。なので、そういったね、本日限定のめちゃくちゃ期待値のあるようなスクラッチも、こういったね、行動力がない人っていうのはもうスルーしてしまうというね、非常にもったいないマインドを持ってしまっているわけなんですよ。はい。なので、じゃあどうすればいいのかっていうんですけれども、まずはですね、どんなに小さなことでもいいので、行動すること、これが非常に大切です。これは別にそのネットビジネスとか投資を始めるっていうことにフォーカスを置くんじゃなくて、例えばね、じゃあランチに行こうってなった時に、普段は絶対このメニュー頼むんだけど、今日は、じゃあちょっとチャレンジして、こっちのメニューにしてみようかな、みたいな。なんかそんな感じでやったりとか、普段はドライブで、同じようなところに行くんだけど、今日はちょっと変わった、あのところに行ってみようかな、みたいな。なんかそんな感じで、新しいことにチャレンジしていくことが、ものすごく重要なことなんですよね。で、そういった新しいことをどんどんやっていって、次は、じゃあネットビジネス。次は投資とかね、いろいろなジャンルにチャレンジしてみる。で、どんどん能力をつけていって、次はもう一番でかい 大目玉の何かに取り組むみたいなね、そんな感じで、皆さんやっていってほしいなっていうふうに思うんですよね。はい。で、ここでね、すごく重要なのが、ネットビジネスを始めます、それから投資を始めますってなった時に、メリットとデメリットをひたすらノートとか、まあスマホでもいいんですけれども、書き出すこと。これが大切です。先ほど言ったランチとかでも一緒ですね。普段はこのメニュー頼むんだけど、違うメニューを頼んだ場合、じゃあこっちのメニューにして何が良かったのか、メリットとデメリットを書き出す。これがものすごく重要です。で、メリットの方が多かったら、その分野にチャレンジした方がお得なんですから、もうそれに向かって突き進むだけなんですよ。もちろん強心はあるかもしれないんですけれども、その強心を払拭して、とりあえずチャレンジすること。もう見切り発車でもいいので、始めること。これが、今回の動画の、まとめですね。はい。まあね、新しいことを始めるっていうのはね、間違いなく恐怖心とか不安がある。それはね、当たり前です。私もね、昔そのパチプロになった時とか、プロトレーダーになったりとか、ネットビジネスを始めた時ってめちゃくちゃ不安だったし、最初なんて全然成功もできなかったし、でも、稼がなきゃいけないっていうね、そういった状況に自分を追い込んだことによって成功することができた。もう努力もして、やる気も出して、もうね、やらなければ生活できないみたいな感じにね、自分を追い込んだおかげで、今ね、この地位に立つことができたかと思いますので、皆さんもね、ぜひ、新しいことにチャレンジして、新しいね、発見だったりとか、収入だったりとか、そういったものをね、見つけてほしいなというふうに思います。ぜひとも頑張ってください。はい。まあ、そんな感じでですね、今回の動画は終わりにしたいと思います。もしね、この動画が、参考になりましたらですね、グッドボタンを押していってください。チャンネル登録がまだの方は、私はね、こういった、自己啓発だったりとか、あと、副業のこととか、お金のこととか、パチンコのこととか、投資のこととかを、日々動画でアップしておりますので、ぜひね、見ていただければというふうに思いますので、チャンネル登録もね、していってください。あと、私、わたがしは LINE アットもやっておりますので、LINE アットにまだ登録していない方は、ぜひともね、概要欄のリンクからアクセスをしてください。あるいは LINE アプリの ID 検索にてアットマークわた777と入力をしてください。はい、じゃあそんな感じでですね、今回の動画は終わりにしたいと思います。次回の動画も楽しみにしていてください。それじゃあバイバイ。